曜日朝7時20分の本場では、冷たい温泉を受けて、ジャッジ、ブレイクの人は最後まで、気温は温泉車じゃないと思いますけど、風が温泉が冷たいと、温泉中でものすごく冷たいと思います。ホームポイントの右も温床はでジャンククローズですね。まあでも右はゲッティングアウトできなくはない感じですね。波もそれほどハードじゃないです。がもうそうカメラ持ってる手もめちゃくちゃ冷たくて、その中に入っていこうという情熱は生まれませんね。情熱がないと入っていけません。